サガン鳥栖の本田風一です。今日は、両足でのバー当てにチャレンジしました。簡単です。簡単です。はい、はいはい。で、念のためちょっと せっかくなんで、ちょっと今当たり方が少し微妙めだったんじゃないですか。もう何本か蹴ってみてもいいですか。はい。より綺麗にこう弾かれるかどうか。萩さん、もう一発で両方当てました。はい。すいません、何回もGoPro当てちゃって。またGoPro当てそうやな。あ、高い。あ、高い。あ、高い。あ、また高い。すごいですよね。こっちやった方がいい。GoPro を目がけて決定って言った方が。まあ、自分に合ったスパイクを履くっていうのと、ボール、そうですね、軌道を予測して蹴るっていう、その2つかなと思います。僕はこの辺で、この辺ですかね、ボールの下からすくうって感じで、サイドチェンジのボールとかは今のバーテの軌道には似てるボールを蹴ってるとは思います。試合中はもうちょっと低めで蹴りたいんで、まあさっきはちょっと下から当てたんですけど、斜め上ぐらいから蹴って、まあ、できるだけ下に押さえて蹴るっていうのが試合中はその蹴り方です。まあ、できるだけ右足とやっぱ感覚を変えないっていうか、まあ、練習するのがまあ一番だとは思うんですけど、もうできるだけフォームとか、まあ、蹴り方っていうのを右足も左足も変わらず蹴るっていうのが大事かなと。でも最初はもう本当にボールを蹴るっていう練習からして、別にどこに蹴るとかどう蹴るとかじゃなくて、まあ蹴り慣れるっていうのが一番かなと思います。まあいっぱい蹴って、そしたらだんだん感覚っていうのがつかめてくるんで、そしたらいろんな蹴り方で、まあ、蹴り分ける練習をすれば右足と変わらず蹴れるかなと思います。これも練習するぜ。